関音寺駅は、香川県関音寺市栄町一丁目にある四国旅客鉄道予算線の駅である。駅番号は Y19 で、駅名表のコメントは、砂浜に銭形のある駅。一面二線の島式ホームを二面二線の相対式ホームが挟み込んだ三面四線。JR 西日本の木の先温泉駅に似た配線となっている。駅舎は駅の北側にあり、 入り口から改札口にかけてのスペースは待合室となっている。緑の窓口のほか指定席券売機と近距離用の自動券売機が1機ずつ置かれている。また、待合室に隣接して四国キオスク運営のお土産所、観音寺店やワーププラザがある。なお、お土産所は以前は駅売り店としてのビッグ、キオスクとして営業していたが、 四国キヨスク運営店舗のセブンイレブンキヨスク転換に際し、関音寺駅では2017年8月に駅構内から駅建屋の隣接地に通常のセブンイレブン店舗同様の店舗建屋を新築して移転させたため、跡地を四国キヨスクによる土産販売に特化したお土産所に業態転換する方式とした。改札口をくぐると隣接して一番線があり、他のホームへは 松山方にある地下道で連絡している。このため、特急列車の多くは上下線とも一番線に停車する。大半の普通列車は当駅を境に運転系統が分断されているが、中央の島式ホームを使って対面での乗り換え接続が取られることが多い。現一番線はもともと改装用の線路で、さらに留置線も備えており、現二番線から四番線が、 それぞれ1番線から3番線であった。その後、駅入れ会要員の無配置化により留置制を廃止、現1番線を客扱いを行うホームとした。現在は2番線と4番線を夜間大白に利用している。なお、駅舎上にあるサンレガーチのモニュメントは、市内にある三加郷をモチーフにしている。当駅は、JR 四国の移行か使用可能エリアの生誕となっており、 当駅より先では、移行こうか当交通系、IC カードが利用できない。コミュニティバス、高速バスとも駅舎を出て、左手の乗り場から発着する。1日平均の乗車人員は、以下の通り。市内を走るコミュニティバスは、基本的に休日運休で、休日に、郊外へ向かうための公共交通機関は、タクシーのみである。ただし、駅近くにある、大正境プラザで、 レンタサイクルのサービスを行っている。ありがとうございます。